け。まだだ、ヒーローは倒れん。私こそが正義の執行者だ。私を否定するのか、ジョーカー。お前たちは私と同じ正義を。俺らだって何が正義かなんて分かんねえよ。俺らがやってきたことが絶対正しいなんて言うつもりもねえ。それでもみんなを言いなりにするなんて許されるわけない。捜索に没頭したい日がある。街を当てなくさまよいたい日もある。そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ、目の前のものに従うだけの人間、それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意志を奪い、人の自由を否定する。それは結局あなたのお父さんの行いと変わらない。人が人であることを踏みにじるもの、あなたが憎む悪よ。私が悪だと？我が輩たちは誰にも縛られず自由に道を選ぶ。己の意志で己の道を進むためにな。だが私が敗れたらこの世界はどうなる。この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。本当にそうか。私は見てきた、キングや改心された人たちを。みんな幸せそうには見えなかった。お前のやり方は誰も救えてないんじゃないか。なあ、この絵、世の中には確かに悪が溢れてる。許しがたいクズどもがな。だが怪盗団みてえに立ち上がるやつだっている。こいつらの存在によって勇気をもらったやつがいる。どん底の闇から立ち直れたやつもいるだろう。こいつらの行動がそんな連中の心に眠ってた勇気ってヒーローを目覚めさせたんだ。それもまた世の中を少しはマシにする方法なんじゃねえか。いや、だがお前がやろうとしたことはそんなヒーローを消し去ることだ。そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーロー決算。この絵、お前が本当に救うべきは人々じゃねえ、他ならぬお前自身だ。20年前父親を殺めてからお前はずっと逃げてきたはずだ。どんなクズでも親を手にかけた事実、いつ逮捕されるかもわからない不安、一人で強くなる以外お前は自分を守れなかった。私は、そう、私は父を殺し、嘘で罪を逃れ、正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪だったら、この絵、お前の中にいるヒーローの力でそろそろ自分を悪から救ってやれ。私を悪から救う？私の中のヒーローで。そうだったか。こんな近くにいたとはな。私の負けだ。全ての罪を告白し裁きを受けよう。エマも消去する。約束しよう。怪盗団、できることなら証明してくれ。私は私より正しい者たちに敗れたのだと。まずい、脱出するぞお前ら。
悪ってわけじゃないかな、なんかやりきれねえな、なんか。ふう、危なかったな。だがこれであとは結果を待つだけだ。いろいろ分かったね、エマのこと、計画のこと。この絵はエマに認知科学を教えてジェイルを誕生させたと言っていた。これでエマが止まればジェイルも消えちまうはずだ。ってことはこれで濡れ衣は晴れんだな。まあこの絵の自供次第だが大丈夫だろう。なんだよ。ううん、ただあなたが私たちのことをあんな風に言ってくれるなんて少し嬉しくて。あ、正直この絵の言うことにも一理あると思う点はあった。だが善吉の言葉が俺たちの存在理由を思い出させてくれた。私たちが誰かの勇気につながるかもしれない。それも怪盗団を作った理由だしね。うん、いいこと言ったぞ善吉、褒めてやろう。偉そうに言いやがって。とにかくやることはやったんだ。とりあえず今は飯やな。だよな、大阪のうまいもん制覇しようぜ。よっし、大阪食い倒れツアーだ。串カツ、豚まん、お好み焼きに、私たち大阪に来てから食べてばかりね。若えやつが細かいこと気にすんな。今日は俺のおごりだ、何でも食え。よっしゃ、太っ腹だなおっさん。店は私に任せろ、何でも見つけてやる。最強の食い倒れソムリエ来た。やれやれ、はしゃぎすぎるなよ。現実で動きがあるのはこれからだからな。大阪には寿司の名店もたくさんあるぞ。なに、突撃するぞお前ら。待て、てっちりカニ鍋も忘れるな。また鍋かよ、でも乗ったぜ。ほどほどにしとけよお前ら。最後のやつなんかすごいのが出たな。最後もうでも終わっちゃうんだな、夏休みも。マディス社代表取締役の近衛明です。本日はマディス社を代表して皆さんに重大な発表があります。弊社が怪盗団からハッキング攻撃を受けたと発表した件について、そのような事実は存在せず完全な自作自演であったことを報告いたします。首謀者はこの私、近衛明です。怪盗団による企業テロを装い重大な犯罪の隠蔽を図ろうとしたのです。その犯罪とはエマによる人の心の操作。弊社コンシェルジュアプリエマに人の心を操る機能があったことを認めます。会話を通じて心を誘導し人々を言いなりにさせる、そのような洗脳とも言うべき行為を行う機能が実在していたのです。一部で話題となっていた怪心事件とはその機能により生じた異常行動、人の心を操作し犯罪まがいの行為までさせる、到底許されるものではありません。弊社研究施設の所長産方修造氏が亡くなったのもその実験の結果です。本来私が負うべき責任を怪盗団になすりつけようとしたのです。それだけではありません。私は許されない大罪を犯しました。
今から20年前、私の父を殺害したのは押し入った強盗などではなく、この私自身です。人を死に追いやっておきながら、その罪を他者になすりつけ、自らは罪を逃れる。それが私の犯した許されぬ罪の数々です。本日をもって代表取締役を退き、警察に自首する考えです。エヴァについてはサービスを停止、 AI そのものを消去いたします。全ては私の身勝手な願望が引き起こしたこと。どうか皆さん、この愚かな男を、悪を罰してください。つらいな、この人も被害者なのにな。やんなきゃやられてたかもしんなかったかな。人の心を操作ってほんま？エマって、あのエマ？怖っ、消しとこ。この絵さん、日本のヒーローだと思ってたのに。やっぱ怪盗団、ええやつらってことやん。騙されたわ。よっしゃ、うん、うまくいったね。怪盗団の逆転勝利だ。全ての元凶は倒れた。ようやく一件落着だな。あとはエマの停止が確認できれば、私たちの役目は終わりね。ああ、そこから先は警察の仕事だ。俺はこれからこの絵の逮捕に向かう。しっかりね。よろしくお願いします。おう、じゃあ行ってくるぜ。さて、私たちはどうしよっか。明日には結果も出るでしょうし、そうしたら東京に戻りましょう。いよいよ旅も終幕というわけか。じゃあ最後に大阪の街を観光していかない？面白いものがたくさんありそう。あ、いいんじゃね。これでジェイルが消えれば、この旅も終わりか。あー、なんか長いようでって感じっすな。そうだな、あっという間だったなあ。私との取引覚えているか？私は怪盗団を手伝う。代わりに私は心を学ぶ。この旅でたくさんの経験をして、私は人の感情をいろいろと知ることができた。だが心はまだよくわからない。ずっと考えていたんだ、この絵とお前たちの何が違っていたのか。この絵は人を救おうとしていたんだろ。それは怪盗団も同じだと思う。だがこの絵は方法を間違った。どこがいけなかった？やっぱあれかな、他の人を犠牲にしてでもっていう。あー、難しいな。なんか、まあ、これなのかな。確かにこの絵の身に起きたことはとても辛いことだったと思う。でも私はこうも思う。怪盗団のみんなは自分たちの生き方を信じてる。この絵やキングたちにはそれができなかった。怪盗団がそう生きられるのはきっと強い心を持っているからだ。旅が終わってしまったら、私が手伝うこともなくなって取引は終わりだ。私が何者なのかも、ジェイルがなくなってしまったらもうわからなくなる。私はどうすればいいんだろう。
私に怪盗団のような強い心があったら、きっと自分の道を決められるんだろうな。おい、こら、ソフィア、何に勘違いしてんだ。この旅が終わったって我が輩たちとの取引は終わらないぜな。うむ、そうなのか。当たり前だろ。ジールは消えちまうが、ここまでの旅で分かったこともたくさんある。きっとお前の秘密にしたって調べる方法が見つかるはずだ。我が輩たちが一緒に探してやるな。もちろん。二人とも。だからもうそんな寂しいこと言うな。我が輩たちは仲間なんだ。ずっとこいつのスマホに入ってたっていいんだぜ。その方がこいつも我が輩も楽しいからな。イソムロ、あ、なんかこれがいい。ありがとう。おい、何してんだ。お、待たせちまったか。我が輩たちも行こうぜ。社長、一体どういうことなんですか。さっきの会見は本当なんですか。やめなさい、社長には社長なりの考えが。いいんだ、君たちには迷惑をかけた。全責任は私にある。今から警察に自首してくるつもりだ。すまないが後のことを頼む。社長。その必要はない。あなたたちは。警察だ。近衛明、お前を逮捕する。容疑はお前自身が一番よく分かっているな。娘が世話になったな、近衛明。君は、お前が最後にキングに仕立て上げたのは俺の大事な娘だ。お前は手前勝手な目的のために大勢の人間の人生をもてあそんだ。そればかりか、年端のいかない子供まで利用し己の欲望を満たそうとした。その責任は取ってもらうぜ。申し訳ない。私は人を、人の意思を蔑み、その存在すら否定しようとした。それは私を虐げた父と同じ。立て。話は署で聞く。大和田や警察上層部との関係、洗いざらい話してもらうぞ。俺はお前を許さない。だが、お前の自白で多くの人間を救える。あとはお前次第だ。なれよ、正義の味方に、ヒーロー、アキラ。泣きそうになった今。ここボイスないんだ。もし、さてさて、いいよ。1時間それなら
お前まさか2回目のデート？ウェイ。というわけで、なんかでもな、気持ち悪いな。R のあの人も結局そういうあれじゃないですか。なんか見切らないですね。とりあえず終わります。いろいろ整理します。自分の中でそろそろ終わりかなと思ってます、次でラストなんだと思うんだよな。今はとりあえずじゃあ普通に行きましょう。